錦サービスエリアですね。こちらレストラン併設型のところです。なぜか和音をかなり押し押しで、今は時期だけかもしれないですけどポイント倍増みたいです。あとフードコートもあるのでそこでは自撮りの、ものをちょっと押し押しでしたね。篠山牛コッケとか、駐車台数はどれぐらいなのかな、200台くらいか、200から300前後だと思います。あとは、向こう側にガソリンスタンドもあるので、この辺りでご飯を食べたら方が、大阪に向かう人は特に、大阪からちょっと近郊では有名な渋滞地域があるので、あそこに引っかかる場合はこの辺りで夕食ご飯を食べた方がいいかもしれないです。